さあ時刻は6時22分になっちゃいました、6時台はロッキンレディオ応援隊、この番組を支えていただいている企業の皆様をお迎えしております。今回はらしくあれ誇るグループから、国中代表と奥村さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。久しぶりですね。はい、久しぶりですね。忘れられた頃です。いやもういろんな研究が忙しかったということで、はい、ねえ、そう、今日は素晴らしいニュースも届いておりますけれども、まずはどの話からいきましょうか。はい、そうですね、弊社がブライト企業に認定されたというところをお話ししたいんですが、ブライト企業って何？私ブラック企業なら知ってますけど、うん、そうですね、熊本県がですね、認めるブライト企業といいまして、20項目いろいろ女性が働きやすい環境だとか20項目の、最低基準があるんですけども、そのうちの16項目を丸がつくと見事ブライト企業ということに認めてもらえるということで、株式会社シフト様が、そうです、まだ熊本県に108社しかですね、選ばれてないということで、結構大手ばかりなんですよね。そうです、大手だぞってことで、もういろんなね頑張りが報われた感じですか。大手じゃないんですけど頑張りが報われたという、ね、なんかいろんな項目がありすぎて、1年間かけてですね、はい、いろんな熊本県が、中小企業診断士の方やら、社労士の方とかですね、ずっとヒアリングを通していただくものなんですね。その中にインターンシップとかっていうのもあるんですね。はい、そうですね、いろんな、要は熊本県の雇用も進めないといけないので、学生さんの受け入れとかですね、そういったものをちゃんと積極的にやっているかとか、そういったものも評価基準になります。あとやっぱり職場、女性の方も多いですから、はい、女性の方が支持する職場っていうのもやっぱり大きなポイント。そうですね、ママを応援するというですね。そうですよ、はい、ね、産前産後育休も含めて応援するということですね。安心して子供を産んでるハッピーな方が多いですもんね。そうですね、パパも応援してあげたいんですけどね。そうですね、はい、パパには厳しいんですよね、社長なんかね、はい、いやパパはもう頑張って仕事するしかない、ね、そう本当に。でも、パパ男の子だからしょうがないですよね。いやもう本当パパが頑張ってもらわないと、土台がグラグラだとね、もう子育てもうまくいきませんし、揉めるばっかりでございます。何なんですか今のちょっとヒステリックな感じ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。ねえ、もう奥村さんはね、夢が今からまだこうね、幸せが待ってますからね。はい、ブライト企業にじゃあ認定されたのはごく最近の話なんですか。そうですね、2016年から、なってますけども、はい、2015年からスタートしてますので、はい、なかなか難関でしたけども、1年はですね1点足りなくて、で2年目にやっと受けていただいて、なんかいろんなこう何ですか、言い方がおかしかったら申し訳ないですけど、こうチェックっていうか、はい、ちゃんとそういうところを、そうですね、ポイントがあるんですよね。うちの決算書まで赤裸々に見ていただいて、あ、全てを、はい、ありのままの、ありのままの。でもこれ、ブライト企業認定されたら、はい、ここで働きたいっていう人がどんどん入ってくる。あ、そうですね、熊本県がやはりこれを推奨してますので、大学さんとかでもブライト企業さん向けの、就職説明会とかを開いていただけるっていうことで、へ、ブラック企業っていうよりはね、やっぱりいいですよね。ブライト輝いてる感じが、そうキラキラ、やはり今年度も人気があったみたいですね。ブライト企業にやっぱり集中したっていう、あ、なるほど、はい、希望がですね。これはじゃあらしくあれに関してですか。いや、シフト全体で、はい、そうですね、なるほど、素晴らしい、はい、そして続いての話題が、そうですね、さらに輝けるように、弊社では常にですね、ご利用者の方のやりたいことをサポートしてきたんですけども、一番近いところでいきますと、先日行われました熊本城マラソンでですね、うちのご利用者さんが無事完走されて、うちのスタッフがですね総出でサポートしたんですけども、もともとそういった目標も持てなかった方がこうマラソンまでできたというですね、このやりたいことを全力サポートというところで、こういった部分をですね、どんどん押していきたいなというふうに思っています。ちなみにホコルを利用されている方で年齢どれくらい、もうバラバラで90歳の方から40代の方もいらっしゃって、
ね、はい、目標があるとやっぱね、みんなそれに向かって頑張れてる、ね、これでもマラソン出たいなって思ってただけだけど、うん、それでじゃあ出ましょうよ、走りましょうよっていう感じでサポートしていただいて完走できたって本人はものすごいこうなんかこう達成感があったと思うんですけど ね、 そうですね、はい、やりたいことも全力サポートというお話でございました、ね、はい、そして続いては、はい、でやっぱり人はですね、こうどん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 目標がだんだん上がってきますので、うん、まあ、そういった意味で今度はそのやはりデイサービスというその施設というサービスだけじゃなくてですね、一般のおしゃれなこう空間で自分をちょっとこうライフスタイルしてみたいという方向けにカフェを今度県軍の方にオープンする予定です、うん、待ってました。これか、ね、なんかチラリチラリとはね、そんなお話もありましたし、そうなんですよね、なんといっても県軍店はあのカフェの跡地ですから、そうですよ、あの空間がもったいないなと、もう1年間ずっと眠らせましたんで、そうですよ、その眠ってた間にいろんなことをねまた勉強されて、はい、どんなお店になるんですか？と、今回がトースト専門店ということで、まあ、メルコロさん、南阿蘇のメルコロさんの食パンを、使わせていただいて、トーストを12種類ぐらい、すごいですよ、なんか今ここにねもうメニューがねちょっとあるんですけども、いや食パンのトースト屋さんの専門店ってなかったですよね。そうですね、今大阪とか、うん、まあ、ちょっとこう向こうではですね、うん、専門店ありますけど、まだ熊本でもですねありませんので、福岡でもまだなかなかこれだけ品揃えがあるところは少ないかと思います。いや私もよく某カフェでアンバターは食べますし、美味しいアンバターもありますか？アンバターはですね、うわ、うちならではのアンバター、まあ、で、何、じゃあおかず系もあるし甘いのもあるしって感じですか？そうですね、甘いのからおかず系まで、うん、あとフレンチトーストも、あ、定番だ。ではレンコンきんぴらの和トースト、これでもそこを見つけました、そこを見つけました、代表の趣味あのレンコンきんぴらとかですね、あのひじきとかある、合うんですよね、パンね。そうなんですね、そうですね、これはちょっと半分ちょっとおふざけのようで本気のようでという、うん、うちのご利用者さんがですね、うん、こう何て言いますか、ふるって何か自分でこういうメニューを入れたいという方向けに、うん、1ヶ月ごとに限定で作ろうかなと思ってる。あ、なるほど、フリーワークみたいな、お袋の味的なあ、いいですね。いやでもね、甘いのだけじゃなくてこういうおかず系男性好きだしね。そうですね、いろんなねバリエーションのトーストが用意されてまして、もちろんドリンクも、はい、あら、コーヒーとかにもじゃあこだわって、もうコーヒーもございますし、あと、野菜のコールドプレスジュース、うん、うわー、もう和さもんだっけ、やっぱ流行ってるのはちゃんと押さえてありますねそうです、はい、健康にも意識してる、うん、わー、いいですね。そかそか、テイクアウトもできちゃう。はい、テイクアウトもある、うん、曜日、休みの曜日とかあるんですか？一応最初は平日のみで、うん、月曜日から金曜日までになってます、うん、はい、祝日は営業ということで、はい、お時間は、まあ、10時から6時まで、夕方の6時までですね、うん、はい、それがいつオープンになるんですか？5月1日を予定しております。え、もう、まあ、あと1週間よ。はい、ね、もうなかなかですね、うん、慣れないことばかりで不安と、何でしょうね、このうまくいかないような気分、うん、いや、大丈夫、違う、っていうか奥村さんは違うプロでしょ。奥村さん、そうなんです、ね、今日カメラ見えないから、そう、あの、奥さんの格好してるけど、そうです、理学療法士がするっていうのも意味合いがあるわけですね、うん、なるほど、どんな意味があるの？やっぱり揉みながらライフスタイルですから、皆さんカフェに来る目的様々なので、うん、そういった方の心理状況を読みながら声かけをするというところまで含めてですね、人の心の悩みも含めて、あの人ため息ばっかりのつきながらコーヒー飲んでるとか、そう、右肩ずっと下がってるとか、そういつも放置性ついてるおらんの、そうなんですか、はい、さすがに、あの人旦那に不満がありそうとかですね、あ、違うね、そうなんだ、言うなってそうか、ちなみにいろんなのを多分試食して研究ねしてたりすると思うんですけど、奥村さんおすすめはどれですか？そうですね、うん、やっぱ全部美味しいんですけども、うんうんうん、
1回は食べてほしいのは素焼きトーストです。素焼き、やっぱシンプルですね。何もつけずにシンプルに、そのだから食パンがもう美味しいってこと。食パンが美味しいです。マーガリンもバターも何もない、何もなしで、はい、180円です、うん、大きさどれくらい、普通の食パンぐらい、まあ、ちょっとちっちゃめの2枚、うん、あ、これが美味しいんですよ。やっぱりうちが作ってない分美味しいんです。メルコロさん、ね、メルコロさんの帰ってもね、本当に美味しいんですよ。待ってましたね、で最近あのご家庭で蒸気を飛ばしながらこう焼くトースターとかあるじゃないですか、うん、高いやつ、ね、あれの業務版なんで。マジで、はい、うん、百万です。うわ、すごいですね。バミューなんとかだっけ。バミューなんとかです。あ、そう、ね、はい、バミューがそこにね、そう、うわ、それでもいや太るね。よかった県軍に住んでらんでって本当思いますね。いやいやいや太るね。いや近かったら通いたくなる場所ですよね。だからでも本当にこう僕とずらっとちょっと言いますけどね、あと素焼きトースト、バタートースト、卵トースト、ベーコンエッグトースト、ピザトースト、いちごジャムトースト、マーマレードトースト、これはシンプルじゃないですか、はい、焼きリンゴトースト、レンコンきんぴら、和のトースト、バナナトーストですよ、あんバタートースト、フレンチトースト、ベリーフレンチトースト、ベリーがいっぱいなんですよね、うん、これいいですね。キャラメルナッツフレンチトースト、ベーコンエッグフレンチトースト、キャラメルナッツフレンチトーストーって言うのね。ね、入りながら言うんですよね。ああ、行きたいな。これまたね、気になったかホームページとか、Facebook とかでまた最新情報が上がると思います。はい、メニューもね、先ほど言ったように変更が毎月あったりする楽しみもあるかもしれないし、ね。はい。ね、で、国中雄二さんはどれがいいんですか。私はやっぱりあのベリーフレンチトーストですね。女子かって言うの、はい。女子。もうだいぶあの。某福岡まで行きました。パンケーキとかね。そうです、だいぶ行きましたね。そっか、はい、いや楽しみですけれども、まもなくです。もう1週間後に迫りました。5月1日に、お店の名前がこれ何、そうカフェルと言います。ホコルじゃなくて。そうなるほど。もうね、最近名前考えるのちょっとね大変になってきていやこれはうちの田中が考えて、せいやくんが、はい、せいやくんがカフェルーネ。カフェルーカフェル、はい、カフェル。いやでもここら辺ほらお仕事忙しい方テイクアウトがねできるのは嬉しいですよね。そうですね、はい、うん、そっかそっか。でもねユージさんも忙しいから食べないことも多かったと思うから、もう下で済ませる感じに、はい、そうですね、なったり打ち合わせの場所になったり、はい、そうですね、打ち合わせの場所とか、うん、これもちろん一般の方がね、あ、もう、はい、一般の方に来ていただきたいと思っております、うん、はい、1階は確かウォークランが、2階が多くなる、2階か、1階はホコルが、あ、そうか、じゃあホコルでいい香りがしてるわけです。そうです、まあ、迷惑ですもん。いやいやいや、そういうと言われますからね、はい、いつなんて、いやだってもうずっとお腹減っちゃってる感じですから。そうですね、でもパンの焼けるあの香りはいいですよね。そうですね、一番の幸せですよ、ね、はい、これがもしこう焼肉屋さんとかだったら全然違いますよ。だいぶ違います。そうね、パンは、パンはいいですよ、パンの焼ける匂いはね。これあの直通のお電話番号とかあるんですか。はい、はい、お問い合わせの電話番号教えてください。はい、096-288-9935 になります。はい、096-288-9935、こちらがトースト屋さん県軍カフェルーのお電話番号となります。場所は県軍 1-37-6-1 ですね。はい、はい、あのもうみんなフィットネスクラブとかもあるし、分かりやすいですね。はい、はい、 いよいよオープンですか、はい、ね、どんなカフェになるかなと思ったらトースト屋さんのね、うん、専門店、またやっぱ新しいところにぶち込んできますね。トーストがいいですね、一番いいんじゃないか、シンプルで、ね、飽きないもんね。そうそうなんですよ。はい、じゃあ当分は営業時間は10時から夕方6時、はい、ですかね、はい、で営業日が、平日、祝日を含む平日ということになりますので、え、あれはじゃあどう、いきなり345はゴールデンウィークは空いてます。空いてますね、はい、祝日なんでね、はい、12345、おお、なるほど、はい、行こうかな、あぜひ行こうです。なんかあれエコバッグとかプレゼントとか作らないですか最初。なんでそういうこと。エコバッグなんかほらよくあるじゃん、オープニングの、オープニングのなんかお持ち帰りのバッグはありますか。あ、本当、紙、はい、紙それあるんですよ。あのね、ラジオ聞いてる方には見えないんですけど、今日あの今今日来ていただいてるじゃないですか。でスムージーとか飲み物をですね、もう7、8本いただいて、それは、まあゆみさんの目の前に置いてあるんですよ。それにもかかわらずなんかくれって言ってるんですか。なんかほら女子好きだもんね、そういうか。なんか俺絶対もう奥村さんが提案するから、そのうち。